はい、こんにちは。安田キュッサです。今日はですね、クレジットカードのですね、活用法について話をしたいと思います。この動画を見ればわかることはですね、おすすめのクレジットカードの活用法がわかります。では、いきましょう。では、今回もまずは質問です。あなたはですね、クレジットカードを持っていますか？クレジットカードをですね、持っている人は多いと思います。クレジットカードはものすごく便利ですよね。しかし、クレジットカードはですね、便利な反面、デメリットもあります。じゃあ、どんなデメリットがあるのかというと、例えばこんなデメリットがありますよね。買い物をするときにですね、予算オーバーをしやすいとか、あとですね、クレジットカードで何回も何回も支払っているとですね、お金の管理がしづらいですよね。お小遣い3万円なんですけれど、その3万円のうちに何円使ったか分かんないとかですね、こういうデメリットがあると思います。しかし、クレジットカードをですね、賢く利用するとですね、いろいろいい面がありますよね。例えば買い物をしていてポイントが貯まるっていうのもメリットの一つだと思います。そこで今回はですね、僕がですね、おすすめのですね、活用法について説明をしたいと思います。では、行きましょう。で、クレジットカードをですね、活用するために大切なことは、クレジットカードのですね、デメリットを起こさないような使い方をすることなんですね。クレジットカードのデメリットっていうものは、例えば先ほど説明したように予算オーバーをしやすいということがあります。じゃあどうすればいいのかというと、予算オーバーしないようなクレジットカードの使い方をすればいいんです。例えばなんですけれども、月々ですね、支払いが決まっているものに関してクレジットカードを使ってしまえばどうでしょうか。例えばですね、月々の支払いが決まっているものっていうものは家賃もありますよね。あとですね、ネット代とかもですね、月々支払いが決まっていますよね。他にもですね、水道代とかあります。こういうですね、固定費と呼ばれるものにですね、クレジットカードの支払いを使うとですね、予算をオーバーするということはないですよね。しかもですね、家計簿がつけやすくなりますよね。クレジットカードの明細がバッと来た時に、あ、今月の固定費は、あ、今までと同じなんだな。じゃあそれをただ家計簿に移すだけだなと言ってですね、管理も簡単になりますよね。とにかくですね、クレジットカードを使う時のおすすめの方法っていうものは、とにかくデメリットが起きるような使い方をしないっていうことなんです。ですから、今回ですね、まずはこの固定費のみに使うっていうことをしてみたらどうでしょうか。そして、で、もう一つ、こういうふうなですね、ルールを設けたらどうでしょうか。それはですね、普段の買い物ではですね、クレジットカードを使わないというルールなんです。先ほど説明したようにですね、クレジットカードのですね、デメリットはですね、とにかく予算オーバーしやすいということなんです。じゃあ具体的にですね、どういうもので予算オーバーをするのかというと、食費とかですね、日用品、お菓子、あとお小遣いとかですね、そうやって普段買い物をするときにですね、クレジットカードっていうものは予算をオーバーしやすいんです。じゃあどうすればいいのかというと、クレジットカードでですね、普段の買い物を使わないというルールを設けるといいと思います。生活費はですね、お小遣いに関してはですね、財布で管理をする。つまり、現金で買うっていうルールを決めるとですね、格段にクレジットカードにですね、よる無駄遣いっていうものはなくなります。で、今回はですね、クレジットカードのおすすめの活用法について説明をしました。そして、ポイントはですね、クレジットカードのデメリットが出ないようなルールを設けるということでしたね。じゃあどのようなルールがおすすめなのかというと、まずはクレジットカードは固定費のみ支払うということ。そうすると月々の支払いが決まっているものなので予算をオーバーしないですよね。そしてもう一つはですね、普段の買い物ではクレジットカードを使わないというルールを作ること。これもですね、ポイントです。予算を超える買い物っていうものは特にですね、普段の買い物で多いんです。ですからそういう買い物ではですね、まずは慣れるまでですね、現金を使うっていうものを心がけてみてください。あなたもですね、ぜひクレジットカードのデメリットを消すようなですね、ルールを考えてほしいと思います。そして YouTube を見てお金の知識を得た後は実際に知識を使うことが大切です。僕の無料メルマガお金の健康診断では、実際に知識を使いながらあなたのお金の健康状態を調べる方法を無料公開しています。興味のある方は動画説明文のリンクから無料メルマガ登録をどうぞ。